はい、こんにちは、のぶです。では、443日目、ネックロール、チャレンジ連続15回というところで、今日も、こちらの方からやっていきたいと思います。途中からもう、2連続で、まずやろうかなと思ってます。いつも1回1回で終わってるので、後半からは連続で、こう、できるように、やってみようかなと思います。はい、ではキャッチの部分ですね、キャッチする部分をちょっと早くボールの落下地点に首を、真下に置くというところちょっと意識して、今日も行きたいと思います。よし、あれ、ボールからボールの離れるタイミング、早かったり遅かったり、ボールが肩から離れるタイミング、じゃあ次、連続してできるように、一回キャッチしたら休むんじゃなくてすぐ行けるようにやります。幅がちょっと自分開きすぎなんじゃないかなって思うんですけど、どうしても開いちゃうんですよね。ああ。ここだとボールが高すぎです。